えと今、ですね私は、えー、とこの5つの人生を変える5つの目的の本に沿ってメッセージしてますけども、えー、今日はその24日目に当たります、えー、真理の御言葉によって変えられるというところですね、まあ、あのまたオンライン、えー、になってしまったということもありまして えと今回は、えー、できるだけ、ね、コンパクトに、ね、お伝えしようメッセージしようということで、えー、とこの24日目の内容も2回に分けてお話しします。はい、まあ このシリーズの中でイエスの二姿に変えられるっていうシリーズですけども、この中で、特に先週、アヤカさんがメッセージの中で使っていた言葉の中に、霊的成長というふうな言葉がありましたね。この、まあ さんのメッセージの中で本当に神様を恵みによって私は成長するのだという話をしていました本当に神様を恵みなしで私は成長することはできないですでもですね私がこの「成長」という言葉を使う時私クリスチャンが本当イエス様に救われたものイエス様を救いる人を信じる私たちが 成長という言葉を使うときに、何を意味しているのか気をつけないといけないと思います。特に私、この現代社会の中で、成長という言葉はいろんなことに使われます。経済の成長もありますね。 あるいは何、えー、か規模が成長したりとか事業が成長したりとかあるいは個人のレベルでも技能が成長したりあるいは人間性が向上成長したり成長と聞くと 何かなかったものが付け加えられたり少なかったものが増えたりするそういうことを想像すると思いますでもこれは聖書的な霊的な成長には当てはまりませんなぜなら私がこの聖書が言う成長とは栄光から 栄光への成長だからです。神様が言う成長とはこういうことだと思います。私は神様の最高傑作品として、神様に愛される子供としてそもそも生まれました、作られました。私はもうベストな存在として、 生まれているんですそこが出発点です。We a, uh, そしてでも、私は罪の中で生きています。However, 私は罪の中で、罪のあるこの世界の中で生きるときに、私がそのように神様に愛されている子供だということを忘れて生きてしまいます。 でも,イエス様はでもイエス様は私たちのことを愛しているのでその愛のゆえに十字架の私たちのために十字架にかかられました。So、much, その十字架によって罪が許されて私はもう一度神様に与えられた本当のアイデンティティ神に愛される子供というアイデンティティに立ち戻ることができるんです。

このわしの生き方とわしに与えられている本物のアイデンティティのこのギャップを埋めていくわしは本当にどれほど神様に愛されている子供なんだっていうことを体験して実感して経験していくそのように生きていくこれが聖書的な成長です。 私はこのシリーズを進んでいく中で本当にこの前提をまず忘れてはいけないです。そして今日はですねこの,この成長にこの聖書的な成長に必要なのは何か。 私が愛されている神様に愛されている子供なんだということをどのようにさらに知ることができるのかそのために必要なものは何かそれはお父さんの言葉です s <S 私はもっともっとお父さんの天のお父さんの言葉を聞く必要があるんですそれは こ言葉によって私は生まれたものだしその言葉によって私は育つ存在だからです。神様の力がそもそもどのようなものなのかまず知っていきましょう。And so、first このように聖書には書いてあります創世紀の1章3節この天地が創造される時神様が語った言葉です。 Genesis 1:3 has what God spoke at the beginning of creation. 神はおおせられた光あれ、すると光があった。神様の力はその言葉によってそれを実現させる力があるんです。God has such power that by his word he can make things become reality. それだけの力があるんです。私はいろんな生活の中いろんな言葉を発します。また言葉を自分の中で思い浮かべます、考えます。でも神様が使う言葉というのはそれほど力強いものなんです。この世の中にはいろんな言葉がありますけども。 ね、いろんな人の言葉を聞きます、ね、友達や親や、ね、会社の上司や、ね、ニュースで聞く言葉、ね、自分に語る言葉いろんな言葉がありますでも私たちを本当に神様の与えられている神様に与えられているこのアイデンティティに返す言葉というのはこの天地を作った神の言葉以外にはないのです。 これが神,の神様の言葉がそれほど力強くそしてまた真理の言葉であるということです。これが私のこの成長にどのように働くのかとまたこのように御言葉に書いてあります。ペテロの手紙第1の 2、えー、章2節、えー、生まれたばかりの血のみごのように純粋な霊の父をしたい求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。Two, two, like so、この霊の父とは、えー、っとまた、御言葉の父というふうにも訳されています。 これによって私はこの例のこの私の父のような子供がもう成長するために不可欠なものをしたい求めるようにあとはみ言葉ばを主体求めなさいこれを食べなさい聖書の言葉は天皇お父さんの言葉です。

今日この言葉を、御言葉を一緒にかみ砕いていきたいと思います。最初のポイントに入る前に一言、短くお祈りしたいと思います。Uh, ぜひ皆さん、心を開いて御言葉を一緒に受け取りましょう。天、so、you の父様は今日、感謝します。 あなたリ御言葉を感謝します t h a n k you for your word. 私がどれほどあなたに愛されている子供なのかと思い出させてくれるあなたの御言葉を感謝します。Thank you for your word that reminds me of who I am as your child.、ね、今日、この御言葉を聞く一人一人があなたの御言葉によって成長しますように。あなたの子供として成長しますように。 あなたの愛によって成長しますように。衝動かこの御言葉を通して私に今日語ってください。To y e スの御名によってお祈りいたします。a m e ねこの御言葉は本当に力強いものです。この御言葉は天地を創造しました。It created the world. そしてまた私はこの御言葉によって生まれたんです私はこの私を産んだお父さんの言葉だから私がどれほど神様の愛されている子供なのか思い出させてくれるんです1世紀に この人が私たちがどのように神様に作られたのか書いてあります。神が光あれと仰せられた、それと同じように神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、魚の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。 It says that just as God said, Let there be light, then God said, Let us make mankind in our image in our likeness, so they may rule over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, the wild animals, over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them male and female. He created them. まま When God said, Let there be light, light came into being. で、海をあれと言ったらそこに、海がありました。空をあれと言ったらそこに空がありました。そして、神様は、人を我々の形として、我々の形に、のに姿に作ろうと、私たちをそのように言って作ったのだから、そのように私たちは作られたんです。 皆さん、今日これを覚えてください。So、あなたの根本にある、このあなたの本質、このあなたの本当のアイデンティティは、神の似姿に作られたものなんです。Your, um, er、それは、栄光ある姿です。 力強い姿です。美しい姿です。揺らぐことがない姿なんです。それがあなたです。私はそのように作られた、そのように私は生まれたんです。We we どんなヒーローにもオリジンストーリーというのがありますね。そのどのようにスパイダーマンがスパイダーマンになったのか。 スパイダーマンはスパイダーマンの蜘蛛にかまれてスパイダーマンにピーター・パーカーはなりました you know, 私は別に何かにかまれたわけでもないですけどもでも私は神の言葉によって生まれて神のことなったんですされたんです we, そのように生まれたんですあなたはそのようなものです That is who you are. イエス様は、えー、このことについてこのように、えー、イエス様はこのように語っていますイエス様がこの悪魔の誘惑と、えー、戦っている時にこのように答えられました was,、um, 人はパンだけで生きるのではなく神の節から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると書いてある 私は神様の言葉から生まれて神様の言葉によって生きます。We それが私,その私を生んだ言葉が私が私どこから生まれたてか、どの言葉にさせて生きます。 私はいつもこの天のお父さんの言葉を耳にこの止めておく必要があるんですいつも聞くまた読む必要があるんですそれが私の出発点ですねそしてまた同時に私たちはこの御言葉を一度聞くだけじゃないこの,こ,のこの言葉にとどまる必要があるんです And not only do we need to hear this word once, but we have to dwell in the word. Because not only were we born by the word, but we are raised by the word. Our heavenly father is not the kind of father that um, birthed you and then leaves you alone. アータワーアータガドンナフュニジュヴィンドジスタイノオヤンスワタトシテモ、テンノトサンワイマモアタトモニマス。No matter how you were raised by your earthly parents, our Heavenly Father is one who is always with you.Through every circumstance in life, God is raising you as His child through His Word.Jesus said this. イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたあなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です私を私についてくるものです私は私を生んだ天のお父さんのこの言葉に毎日耳を傾けてこれにとどまるこのアイデンティティにとどまる私は 神様の愛された子供なんだというアイデンティティにとどまる必要があるんです。Are, これが私、イエスの似姿になるイエスに近づいていくイエスについていく弟子という意味なんです。また、このヤ,クヤコブの手紙に本当にそのままに書いてあるんです。 私がこのみ言とばによって、神様に与えられたアイデンティティに作り変えられていく、その中に変えられていく、成長していくプロセスを書いています。すべ、um, we we ての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植えつけられたみ言とばを素直に受け入れなさい。 見言葉はあなた方の魂を救うことができます。見言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。見言葉を聞いても行わない人がいるなら、そうしたら自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると、自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。しかし、自由をもたらす完全な立法を一心に見つめて、そこから離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。 It says in James chapter 1, Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent. Humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but doesn't do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. After looking at himself, he goes away and immediately forgets what he looks like. 呂橋 int はここで書いてあるようにこの御言葉によって自分が何者かであるかを知るんです。Here, word, そしてまたここではその御言葉の通りに行いなさいと。 ただ知るだけじゃないそれにそれを実際そのアイデンティティをただ知るだけじゃないそのアイデンティティによって行うんでそのアイデンティティによって生きるんです identity, この生まれつきの顔とここには書いてあります this, 生まれつきの顔それは私は 神の似姿につけられたその生まれた顔なんです。We 神様に愛された子であり、キリストの栄光を表すその救われたもの、その顔を私は鏡によって見るんです。Word, the, the er、us, 私はそれで、ああ、そうなんだなって終わるんじゃない。 And we それを忘れて私が救われたの私が神に愛された粉を忘れて生きてはいけないということです。That, この忘れてしまうのは本当にもったいないです。Forget, such a, such a でも私のこの世の中には たくさんの言葉があります、先ほど言いました。Earlier, so、たくさんの言葉が神様の言葉を忘れさせようとします。ね、もっと頑張らないと。これを達成しないと you have to accomplish this.。あなたはこのキャリアを積めばあなたは認められるんだよ。

で悪魔は嘘を私に吹き込みますこの嘘によって生きるのはすごく簡単なことなんですこの世の中はその嘘ではびこってるからです us, でも私はだから忘れちゃいけないんですこの嘘ではなく悪魔の嘘ではなく神の真理の言葉 本当に私がどのよみな us, s <S 皆さん、とこにでも聞こえているかわかんないですけど、今ちょっとうちの息子がね、後ろで、キラキラ笑っております。Um, まあ、今もうすぐ2歳来月で2歳になるんですけどうちの息子和幸えっとこう2歳っていうのはなかなか厄介な年齢です year, で最近の子育ての私のね個人的な悩みはあの結構かんを起こしてねこのエネルギーがあ,あるからこう殴ったり物を投げたりするんですえっと Is a bit ね、私は本当に、えー、彼に、まあ、人を殴っても大丈夫なんだ、ね、何か自分が強ければその人に勝ったんだそれが強いということなんだっていうふうに思って生きてほしくないんですね to, to、okay okay、私は、えー、だから彼にそのアイデンティティをいつも 思い起こそうと思って言葉をかけます。カズユ殴っちゃだめだよ。殴らないで、あなたのその力は人を傷つけるためのものじゃないよ。人を愛するために守られるために神様に与えられた力なんだよ。そして愛してるよっていつも言ってます。 愛してるよと言っても、それでもできない時もたくさんあります、それでもまた忘れてしまうでしょう。Sure、him, s, でも私はそれでもいつも和之に毎朝毎晩、ね、行ってくる時も帰ってくる時も、何かできた時もできない時も、愛してるよって言います。ね。 いろんなことができるようになってほしい、優しい子になってほしいし、賢い子になってほしい、でもどんな子になっても愛してるよ、これだけを覚えてほしいです。天のお父さんも同じです。私はその天の天お父父さんんから学んだ愛を、ね、父親として

No matter where you go, what you do, the days that you fail, or the days that you seem like you live perfectly, God just continues to say how he loves you. And that's all that we really need to hear. If that is the the only thing that we truly remember that gets down deep into our hearts, the Bible says that we will be blessed and grow and be fruitful. 詩編の一編にこのように書いてあります。One, 幸いなことよ、悪しきもののりごとに歩まず、罪人の道に立たず、あ,あざけるものの座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そうなすことはすべて栄える。 It says, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water which yields fruit in season, whose leaf does not wither, whatever they do prospers.". 子であるということを体験しそのように生きるこれが実を結ぶということです。この実を結ぶ人は神の子だから、神の愛された子だから、何をしても栄えるんです。 ただキリストの栄光を鏡のように映し出す世の光となるのです a mirror, a そしてそれは天皇お父さんのこの教えにいつも耳を傾けるところから始まります s <S 今,日、えー、今日一緒にお祈りしたいです

That through the truth of the word we can destroy the lies that the devil brings against us and live the way that god intended us to be and so let's pray together wherever you are watching online if you would close your eyes with us today and just open your heart to god in prayer hallelujah イエス様本当に今日、私に語っています。You, Lord, to 皆さんは聖書が好きですか、really、神様の天のお父さんの言葉を愛していますか s <S 神様はいつもあなたに語っています。あなたは私の愛する子だよ。He says, you are my でそれ以外の声と、どんな声と戦ってるでしょうか that that いや、私はこれをしないと愛されないんだ。Like、this, 私はこの間違いを犯したから愛されないんだ。So はい、あるいは、僕はこれができてるから立派なんだ、愛されているんだ。 Or on the other hand, maybe you think, well, I'm doing pretty well in this area. That's that's why God loves me. It could be um, something your parents have said to you, your friends say to you, even things you've seen on the news. It might be just something you're speaking to yourself. 今日その嘘ではなくて神様の真理の言葉あなたは神に愛されている子供であるあなたはイエス・キリストによって救われ罪許されて自由でキリストの栄光を表すものであるでこの言葉この本当の真理の言葉に立ち帰りたいですか We are image bearers. We are created in God's love. If you want to pray that with us today, then um, wherever you are, would you raise your hands towards God? Um, you can even comment on the YouTube uh, comment section if you like. Let's pray together. Let's pray together. あなたが私たちをどれほど愛しているか教えてくれてありがとう。Again again あなたの愛は計り知ることができません。その高さ、深さ、広さも、長さも私は知ることができません。The height, the width, the depth, でも、うどうかその少しでも今日私はもう一つ知ることができますように。いつも私は足りないと、私は弱いと、私は愛されないと、私は孤独だと、言ってくるこの嘘の、偽りのサタンの嘘をどうかあなたの真理の御言葉によって打ち壊してください。 この嘘の上に築き上げられてきた私のアイデンティティも私のライフスタイルもあなたが打ち壊してください。You, um, the, the 今日、ただ私を私の存在、私の人生を私があなたに愛された子供なんだとこの真理の御言葉によって打ち立ててください。 Would my identity and my lifestyle be built only on the truth that I am a beloved child of yours? Would you give me your word as well today, Father? In the name of Jesus, I pray. アーメン。Amen. Amen. Let's give God praise together today. で今日、ね、神様がどどれほどあなたを愛ししてていいいいるかかまだだ神様を知らなな人人聖書を読んだことない人もどうほちは、もしこの神様を知りたいよよ興味あるよそういう人いい人たらです、ね、ぜひコメントでもください。 あるいはクリスチャンの友達知ってる人がいたらぜひその達に、えー、今日こういう話聞いたんだって今度一緒に見たんだ、ね、神様のことをもっと教えてよ、ね、そういうふうに LINE してみてください。そう、hey, ね、その人は絶対あなたがどれほど神様に愛されている子なのか、ね、そしてそれをどのように受け取ることができるのか 一緒に教えてくれると思います、はい、それでは、えー、っと最後にね、再現文を一緒に読みたいと思います。本当に私がイエス様に救われたイエスの十字架によって救われたものであるということを本当にこれを心から宣言していきましょう。えー、日本語からせーのイエス様。 私を愛してくれてありがとう。私の心に生えてきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。イエス様に大きな拍手しましょう。それではですね、えー、最後に、えー、と趣味から、えー、献金の勧すすめと結果、えー